はい、こんにちは。日本改革徳津沢です。チカ子と玉様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。北朝鮮による拉致被害者救う会の署名活動をしてまいりました。これ、救う会さんの署名用紙を使って、集めております。救う会さんには許可をもらっております。で、集めた署名は、本部、救う会本部に郵送をしております。お手伝いいただいたメール党員の皆様、ご署名いただいた皆様、誠にありがとうございました。私らの前ばっかりに人を歩ってるように見えますけれども、別に通行妨害してるわけではありません。道路の形がこんな感じになってですね、新宿西口へ、見ればわかるんですけども、すごい人でした。すっごい人。外国人も多かったなぁ、すげえ数いたなぁっていう、感じで、外国人の人なんであんなに薄着でいれんだろう、 T シャツと短パンとかいう人も結構いたんですけど、すごい寒い国から来て、感覚おかしくなってんのかな。後ろをですね、左翼の反イスラエルデモが通過いたしました。平和訴えてるはずなんだが、通行人がドン引くぐらい荒ぶってました。あらーっていう、あーって。なぜか、辺野古基地反対の文字も、改憲反対の文字も、岸田はやめろっていうの、岸田はやめろには賛同してしまった。賛同してしまいました。和田政宗議員、日本政府はテロ支援組織に指定してねえし、トルコ政府にテロ支援組織指定された、川口のクルド文化協会を、だから政府と言わんばかりに擁護しておりました。トルコが日本国内の団体や個人を PKK に関連するテロ組織支援者としたが、政府に確認したところ、当該団体や個人を過去もトルコの認定以降もテロ組織関係者と認定していない我が国の法令に基づいた判断。世論です。向きになってて草。和田工作員ってことでいいかな。それ以前に不法滞在者たちですよね。合法滞在してる外国人に迷惑なんだが、実際にテロ被害に遭ってる国がテロリスト指定しているんだが、日本政府が指定していないから白ってことでもないだろう。日本政府よりはるかに情報を持ってるトルコ政府がね、テロ支援組織だって指定してんのに、日本政府が指定してないから政府っていうのはおかしいでしょ。トルコはね、内務省の入り口に車で自爆テロされたり、今年になってからですよ。トルコ空軍が、クルド労働者党の拠点をミサイル攻撃したりですね、よっぽど被害に遭ってて、情報もしこたま持ってる。なんか専門家ですよね、よっぽど。日本政府よりトルコ政府の方が、クルド労働者党に、関してはよっぽどの専門家でしょ。これね、和田さんが言ってんのは、税理士はアウトだって言ってるけど、隣のおっさんがセーフって言ってるとかですね、弁護士はアウトって言ってるけど、隣のおばさんがセーフって言ってるからセーフみたいなこと言ってんだよ、このバカは。頭はおかしいのかな。向きになって余計なこと言って、さらにドツボにはまってて大変ですね。クルド人との付き合いは票にならないから、よっぽど金になるのかな。金に、クルド友好議連ってよっぽど美味しいんでしょうか。ハエトリグモの政宗、今日は見ておりません。元気でいるといいなと思っております。松野官房長官60歳更迭、官房長官をね、1000万円超の裏金疑惑で、岸田政権2年間で更迭閣僚は5人目だって。やめすぎじゃないの。すぐトカゲの尻尾切りすっかな。で松野官房長官ちょっとショックで足元おぼつかなくなってよろめいちゃって、したら黒だわねーという、黒ですね。世論です。松野だけじゃないだろう。脱税内閣多分全員やってる。逮捕の情報が入ったんだろう。むしろ議員続けられるのがすごい。民間だったら完全にアウト。岸田君は辞めないの？議員全員やってんじゃねえの？昨日更迭拒否したくせに毎回ブレブレ。
仲良し小良しでバランス取ろうとして判断できないタイプ。更迭前に裏金取ったのか否かはっきり説明させろよ。更迭は当然として説明責任は果たさせろよ。裏金ってことは収支報告していないイコール脱税。世耕高木萩生田西村もやろう。昨日の更迭を否定したのに、まあ新年皆無だから毎回ブレブレですね、岸田総理ね。騒げばいいように操れっかもしれないんですけど、岸田総理ね。ただし情弱だからテレビの世論しか見ないのが難点ですね。ネットでいくら騒いでも情弱だからそんなのは見ない。あと周りもですね、一部のネット上が騒いでるだけがなんかやって吹き込むから、下向いて原稿読むだけの無能に見せかけて待つのも悪いよの。あと名前が挙がってるのがですね、世耕さん、高木さん、萩生田さん、西村さんといった大物。中でもなんか萩生田さんが一番額がでかいようだが、はてさて。官房長官辞めたぐらいで、なあなあでこのままうやむやにせずですね、真実を明らかにしてほしいですね。まあ知見から発表かもしれないですけど、逮捕したとかしねえとか、それしたくないから辞めさせたいかもしれないですけども、そうは当たり前だのクラッカー、これは使い方間違ってるな。そうは神崎っていうのはその昔ありました。神崎さんって公明党の代表だったんだっけ、忘れちゃった。そうは神崎、なかなかね、うまいこと考えるな。ハマスやクルド労働者党が記載されていた各国の主要なテロ組織リストが現在見れなくなっていることについて、小林法務大臣、公安調査庁が基準を明確化しようと形になり、国家安保理制裁委員会が指定した63団体を支持する結論になり、残り169団体が抜けた。大至急修正する。公安調査庁がおかしかったみたいなんですよ。岸田総理のですね、テロ組織といえるのは1998年安保理決議までに認定された組織だけ。突然言い出したのは、公安調査庁の誤った解釈に基づくものだったのかな。岸田にそんな知識あるわけないもんね。公安調査庁にこうですよって説明されて、ただそのまま喋ったに過ぎないんだろうな。世論です。そこはぜひ誰かの圧力があったかどうかをはっきりさせてほしい。なんで削る必要があったのかっていう、どっかから圧力があったとしか思えないんだが、外交問題になったよね。基準を見直そうということになり、ここが不自然なんですよね。なんでもね、前例と現状維持を、党と部ね、公務員がわざわざなんでリスク取るですね、現状変更する、しようとしたんだろう。でもまあ、修正されるそうなんで、誰かからの圧力があったとしても、まあ、それは無駄になりました。修正されたっていうですね、続報待ちですね。私も探ってみます。公安調査庁の下っ端には、切り替え時期でっていう説明が あったみたいであります。それ以外は説明なし。聞かされていない。ということでした。ちょっと探ってみます、私も。31年間不法滞在していた85歳、韓国人、無職、女性、水戸市で逮捕。優しい新聞、名前を載せず、職務質問でバレてなければ、一生捕まんなかったかも。職質でバレたんて、世論です。こういう人って病院とかどうすんの？保険証の貸し借りですよ、と。もちろん、友人間で共有。共産党が民意連抑えてるだろう。マイナカード保険証に必死で反対している政党があるが、その理由がこれ。顔写真ないから今も普通にやってるはず。マイナンバーカードに全力反対しているのがこいつら。即強制送還でお願いします。保険証を貸してた奴らも一網打尽にしろと。赤旗配りとかやってたら笑いますね。85歳じゃ無理かな。無職85歳不法滞在者が今までどうやって生活費稼いでたんですかね。謎ですね。年金もないわけだしね。不法滞在までしてなんで大嫌いな日本にしがみつくかな。迷惑だな。こういうのって税申告もちろんするしてるわけねえから消費税ぐらいしか貢献してないよね。全くのお荷物で大迷惑なんですよ。職質されなければ死ぬまでバレてなかったでしょうね。日本にいないはずの死体ってどう処理されるんだろう。それとも仲間がいるから死後も心配ないのかな。不法滞在組織作られてるようで怖いっすね。マイナンバーカードに
反対するのはこういう連中のお仲間であります。今日のその他のニュース、鈴木総務大臣が NHK に申し入れ、普段の経営合理化で値下げ実現を、いやそうでなくてスクランブルにしろとか、報道にかこつけてサムスンやファーウェイの宣伝すんなとか、黒字分は値下げに当てなければならないって法律できちゃったから、 NHK は金が余らないようにより一層の浪費無駄遣いに励みますよ。あとは子会社に金残して本体は赤字にするとかね。NTT グループ3社が去年自民党に献金した額は合わせて 1.5 億円。こういうのやらなくなるように政党助成金って制度ができたんだが、全く効果ないみたいですね。政党助成金も寄付金もいらっしゃいいらっしゃいだもんな。ここに限らず半官半民みたいな企業は、まあ全部やってんでしょうね。医師会もやってたし、経団連も、これとは別に経団連も、毎月2億円自民党に献金してて、何が悪いって開き直ってたしね。岸田政権、モルドバに3億円の無償供与決定。なんか毎日のように外国に金配ってない？クソメガネ。これで来月も内閣支持率過去最低記録更新間違いないっすね。共謀通信こと共同通信、ソウル支局長2名が10年にわたり会社の金を6000万円横領。ソウル支局長職2代にわたりやってたんで、この役職の伝統だったんじゃないですか、ちょろまかすのは。返金されたのは、返金されたので警察沙汰にはしないと共同通信。返金本当かな、それで本名の報道もないって身内にはとことん甘いよね。これ他の国の支局長もやってるよね。どうせね、共同通信が規制されて弱体化するのは大歓迎であります。もっとやれもっと横領しろ、共同通信の金を。ソウル高裁、日本政府は自称慰安婦1人につき2300万円払え、判決に日本政府上告しない方針、最高裁まで、行かない方針、お前らで勝手に解決しろっていうことらしい。2015年日韓合意で不可逆的かつ永久に解決してるもんね。そもそもがですね、竹島軍事占領中の新生敵国だし、18歳から24歳の未婚者の6割が一生独身で構わない。私の若い頃は想像もできなかった比率ですね。私の若い頃は、若者は大体肉食系だったからね。環境改善の結果ですね、独身でも居心地いいから床ネズミ化したんでしょうかね。もう何にもやる気がない無気力な感じ、床ネズミ化したんでしょうか。詳しくは私の動画ユニバース25楽園実験をご覧ください。道路の苔に滑って怪我した男性、福岡県中川市を訴え280万円ゲット。だがこの男性、国交省職員ってバレ、お前らが道路を管理する側だろとネットで話題になっておりました。西村経産大臣、電源の6割を石炭に依存する中国が電気自動車増やして、それが脱炭素につながるのか、正論を述べてしまいました。しかも中国の火力発電所って質の悪い石炭燃やすんだって。なんかね、青歴とかいう西歴っていうのかな、大気汚染がひどい。発表した量の 1.5 から3倍、が実際の量ってバラされたしね、日本によって。今中国で流行ってる謎の肺炎、そのせいじゃないのかな、私思いますけど。八王子市役所近くで熊の目撃情報。私は都会に住んでるけどと言いつつ、秋田県などに熊クレーム入れてたやつガグブルですね。中国観光客激減、コロナ前の18分の1になってしまった。スパイ容疑とかで適当に捕まえてくから当たり前ですよね。自業自得であります。というわけで12月29日忘年会、まだちょっと空きがあります。メール等員の皆様ご応募ください、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。